驚異のミート89、200安打2度達成はすごすぎ。パワーが B で走力も A。 この年プロ初登板を経験。パワーが謎のプラス1、特殊能力の超アベレージヒッターがよく似合う。スワローズへ電撃復帰。ステータスは下がったが全然強いです。7年ぶりの NPB、 リーグ4位の3割2分7厘を記録。青木、山田、バレンティン、平成最後と令和初の3者連続ホームラン。パワーが B になった。最速で日本通算1500本安打。この年からキャプテンに就任。パワーが徐々に上がってきた。メイン守備がレフトへ。村上と共に長打力で打線を牽引。9年ぶりのゴールデングラブ賞でレフトの守備適性は B。 今年もヤクルトには彼の活躍が欠かせない。